宿敵を定めた直後からミルクには茨の道が待っていた。そしてミルクは兵道の弟と拳を交えた。А, скажи, дал время подготовиться получше к нашему бою. Pa ja sam u šali rekla ono, ja sam u šali rekla jer kroz tih 10 godina njegovih mečeva, ono ja, kad je bilo naravno pobjeda, naravno i poneki poraz i tako, ja sam mu znala reći, ma znaš cilje mi. Dobro, sve što imamo da je on živ i da je da 28 bude kraj mene, ali to je nemoguće. To predstavlja sve moje treninge, svu moju krv i cijelu moju mladost. Posvećeno treninge. Jednom riječu, zato je za mene život, moj život. Kao sam ja sam još jače zagrizao treniranje i još više sam se posvetio sportu. A to se i vidi po mojim rezultatima. Kroacija najsad, šim kec kora džure. たどり着いた約束の地。エメリア・エンコ・ヒョードル VS ミルコ・クロコップ。青コーナーよりミルコ・クロコップ選手の入場です。あと数十メートル歩けばそこに着く。ほんの少しで俺はそこにたどり着く。そこに立つためにどれだけ遠回りをしてきただろう。そこに足を踏み入れるために俺はどれだけ自分を傷つけてきただろう。ミルコ・クロコップ、人生をかけた戦いに今向かいます。長くて辛くて険しくて苦しくて、どれほどの時間俺は歩いてきたんだ。気がつけば俺は歩いていた。気がつけば俺は戦っていた。生き残るために俺は歩き続けた。ここにたどり着くために祖国クロアチアで祈る思いで見つめている母よ、妻よ、愛する我が子イワンよ、君たちに私の全てを見せよう。11年前、天に召された父ジャレコよ、あなたにこの戦いを見せられなかったことが最大の心残りです。だからこそこのタイトルマッチを、チャンピオンベルトをあなたに捧げます。ここには俺の全てがある。30年の長きにわたり歩き続けたこの道は、今俺の全てが詰まったゴールにたどり着く。もうすぐ報われる、もうすぐ報われる。血にまみれた敗北も、噛みしめた悔し涙も、もうすぐ、もうすぐ報われる。チャンピオンベルトが高田統括本部長に今返還されました。そのベルトがミルコの前に提示され、そしてリング上大きく掲げられました。このベルトがこの試合の後どちらの腰に巻かれるのか、
最強の皇帝か、それとも無冠の超人か。これよりプライドヘビー級タイトルマッチを行います。青コーナー188センチ、104キロ、ミルコークローカー、ついに捕まえた土俵取る悲願の王座へ、ミルコークロコップ。赤コーナー182センチ、106キロ、エミリアン・ヒョードル。最強の皇帝ロシアンラストエンペラー、エミリア・エンコ・ヒョードル。さあいよいよこの時が来ました。いや高田さん、はい、予想するのは難しいですがね、はい、予想できませんよ、今ね、認定書読みにリング入ったら、はい、鉛の空気でしたね。そんな重い空気、その重い空気を切り裂くのは炎のハイキックか、それとも氷の拳か。待ちに待った2年待ったミルコ、さあこの戦いが今始まる。軽くグローブを合わせました両者。サウスポースタイルミルコ、チリチリとプレッシャーをかけているのはチャンピオンヒョードルの方だ。どういうファーストコンタクトなんだ。出るチャンピオン、足を使うチャレンジャー、右ストレート飛び込んでいく。テイクダウンうまいからね。テイクダウンが欲しいのはエメリア・エンコ・ヒョードルの方、はい、ミルコ選手ね、パワーがあるから突き放せるんですよ、はい、これはヒョードルは考え方としてはですね、いきなりこのタックルが無理でしょうね。やはりあの膝を考えますとね、高い位置でもタックルですよね、脇を刺すようなタックル、ね、今のようにやはりパンチをこう振っておいてそれから入ってくるというのがパターンでしょうね。そうですね、さあそれに対してミルコがどう出るか、カウンターで来るか。パンチ切れてますねヒョードル。ヒョードルのパンチ、氷の拳、これちょっとヒョードルはですね、右の拳が痛くて使えないという話をしてましたが、ここまでもう完全に使ってますね、この右を。もう関係ないでしょ。全然関係ないですね。関係ないですね。まあ、ミルコサイドもあの発言はおそらくブラフであろうというふうに読んではいましたが、完全にオーストックススタイル、チャンピオンヒョードルが右の拳を振りながら前に出ています。言われたそのリング上の空気、その中をじわっと両者の間合いが近くなっていく。これ間合いを近くしようとしているのがヒョードルの方ですね。その辺のこの間合いの感覚というのは両者どうなんでしょうか。パンチで入ってね、やっぱ脇差したいですね。ヒョードル選手はミルコはちょっと欲しいんですね、距離が、はい、このパンチはグリを持っています。しかしミルコも落ち着いてますね、状態いいんでしょうね。右ストレート、これも間一髪を切った。痺れるような緊張感、全てね一発で倒せ、鉛のような空気が切り裂かれていく。待ちに待ったタイトルマッチ、左ちょっとこれヒョードルのパンチ、ヒョードルの顔が少し腫れてますね。当たってますか。少しずつ当たってるんでしょうかね。これミルコ選手下も蹴りたいね、一発、はい、強烈なロー。左ストレート、ミルコの武器はこの左ストレート、そしてもちろん左ハイ、左ミドル。あの前への爪がね、ステップが甘くなってくるとミルコ選手打ちやすくなる。左ミドル、左ミドル、左ミドル、ものすごい攻防。ミラー左のミドル、そして左の返しましたね、ヒョードルがね、あのミドルもすごいミドルでしたよ。あえてパンチいってます。これ意味がないですよ。ヒョードルはちょっと早めの決着が欲しいのかもしれませんね。左ハイ、これはかわした。そう、そしてチャンスを迎えるか。いや、これはミルコが入れてしまいました。ものすごい戦い、一発一発が、一発一発がしびれるこの埼玉スーパーアリーナ。人間じゃないです。大きくを見せますミルコ。どのパンチが当たってもその瞬間試合は終わる。ヒョードル選手はもう倒しに行ってますね。倒しに来てますね。完全に早期決着に出ているのはヒョードルの方です。自分の距離が欲しいミルコ、キックの距離が欲しいミルコは後ろに下がっていく。さあ後ろ集まった、ミドルだ。ミドルきついね。やはりこの左のミドルが効いている。
ますよ、ジャージアミルクも。このミドルキック、あーっと、ストレートから引く、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、これも大丈夫、大丈夫でしょうね。そんなもんで倒れるわけにはいかない、待ち続けたミルコ、その思いが溢れています。押してますよ、ヒョードルが出る、投げてる、ヒョードルが出る、ローキック、下に意識を持ってきて、どこで右の拳を振るうか、ヒョードル、カウンターを待っているミルコ、次があれば左のミドル、もう右の脇腹が赤くなってきています、ヒョードル、返しが早いですね、連打落とさないですからね、はい、あの反応もいいですね、ローの右ストレート、ミルコも非常に動きがいいですね、動きいいですね、バックステップがね、はい、スムーズ、はい、非常に相手の動きをよく見、そしてパンチをよく見て、セプシア左左ですね、どちら、いや、ヒョードルの話じゃないですかね、チェックですね、一回チェック、さあ、血にまみれたヒョードル、話ですね、いや、これはね、さっきあのミルコの左のパンチで完全に鼻から止血しましたよね、はい、いや、英子ちゃん、ここまで見てどうですか、一番にならないですけど、いや、この効きましたね、この左から、ね、ストレートが、効きましたよ、一発左のダブル、そしてこの後またもう一発左来ますよね、まとまっちゃった、この後左がもう一発入るんですね、その左のダブル、今よろめきましたからね、ここでチャンスを掴んだ、そしてこの後です、左回、あー、しかしながら、そしてその後ヒョードルがまた自分の体勢にエコちゃん持ってくるところがすごいね、ですよね、はい、さあドントムーブです、この状態から試合がリスタート、ここからですね、ミルコ選手がね、どう対応できるか、これはガードポジション、ミルコにとっても決して悪いポジションではないんですが、ただヒョードルはここからでも非常にバランスよくパンチを放ってきま す、左フック、ここからミルコが下からガードポジションでコントロールできるかどうかですが、突き放してかければいいんですけどね、あのノゲイラもここからコントロールできませんでした、できませんでした、逃げ出すことできません、サイドに回る、おっと、ここまたガードポジションになったが、しかし危ない、今の右危なかったですよ、いやミルコが寸前のところで避けましたが、三宅さん、はい、ヒョードルの傷ですが、場所は額というか前頭部の、ところあたりなんですけど、前頭部カットしてるんですね、傷は浅いということで大丈夫です、なるほど、はい、うまいですねミルコ、はい、さあしかしこの左また飛び込んでくる、このヒョードルのパウンド、ただその前にヒョードルは明らかに一度一瞬ダメージを受けました、はい、パンチでぐらつきました、ぐらつきましたよね、あ、そしてまた出血が激しくなってきた、あ、これは鼻からの出血の方がひどいですね、ミルコの左のストレート、まあ、ジャブというよりもストレートに近いパンチでしたが、これを何発も受けましたエメリアエンコ・ヒョードル、現チャンピオン、鼻から出血が止まりません、やはりミルコにとっては2年間待ったこの戦いは人生そのものなんだ、そう話していたこの大事な大事なタイトルマッチ、掲げるといったこのタイトルマッチ、地元クロアチアでは母が妻が子がミルコの勝利を信じて祈っています、読めないですね、この試合、全く読めないですね、読めないですね、三宅さん、刺たれば、はい、どうぞ、ヒョードルサイドの指示はですね、グラウンド勝負ですね、立ち上がりからのスタンド、立ち上がりからのスタンドの時は、立つなとグラウンドに持ってけと指示がずっとセコンドから出てました、はい、グラウンド勝負を選択しています、なんとかこのグラウンドに持ってきたいというのがヒョードルの戦前からの考え方ですが、あっと上からうまいですね、さあまた来るぞ、あー、右がない、右今の危ない、際どいところでかわしたミルコ、いや、
今も当たったら一発ですよね。試合を決めるパンチですよ、完全に。ミルコがギリギリのところでこのパンチを見切ってます。相当これはヒョードル対策してきましたね。ミルコもやってますね。おー、しますよ。これは距離がやや遠すぎた。ヒョードルさあ来るぞ、上から来るぞ。マウントには来させません。ミルコが今も完全にマウント取られたと思いましたけどね。よくアスパラ乗られましたね。よくガードポジションまで持ってきました。これならばまだヒョードルに完全に有利な体勢ではありません。ここね、ミルコ選手はなんとか立ちたいんですよ。そうなんですね、立たせてくれませんね、ヒョードルが。さあそしてヒョードルが体のバランス、このボディバランスをうまく使いながら再びいい体勢を作ろうとしているが、下からのパンチが来るミルコ。今のね、ヒョードルがね、パスに来ようとした、はい、それ行かせない、はい、あの攻防は非常にね、スタミナロスですよ、ミルコ選手。そうなんですか、あーなるほど。今試合が始まって8分が経過しようとしています。10分5分5分の3ラウンド、最初の第1ラウンド残り2分。両者コンディションいいですね。完璧ですね、合わせてきましたね。お互いまだバテてませんよ、はい、上から右のパンチ、ひび割れたはずの氷の拳を振るエメリアエンコ・ヒョードル。やはりあの右の拳が痛いというのはブラフだったか。さあ立ち上がるヒョードル、いいですよ、これいきますよ、ここからいきますよ。いや今も避けた、避けましたね、今。いや今避けなかったら完璧に当たってる場所ですよね。いいのまだもらってないですよね。もらってないですね。決定的なもんもらってないですよ。すごい恐ろしい、このヒョードルのこの体勢からのパンチ、どんな体勢からでもこのパンチが降ってくる。氷の雨が降ってきます。再び来る、来ますよ。さあミルコも分かっている、行きますよ。両腕を抑えようとしているが右腕が離れたぞ。あーこれは大丈夫、今は右足がちょっと滑りました。残りがあと1分、ミルコ選手は本当辛抱の時間ですよ。そうですね、決定的な一打はもらってないですからね。ミルコは逆にヒョードルに対してはミルコを当てています。既に大量に鼻からの出血をしているエメリアインコ。ヒョードルさあどうだ、逃げたいですね。確かに日のためのこの時のためのトレーニング、歯を食いしばり悔しさに耐え、じっとこの時を待っていた無冠の超人ミルコ・クロコップが悲願の王座に向かっています。残りが間もなく10秒になろうとしている。ヒョードル選手も殴りきれないんですよ。そうですね、なんというレベルの高い最強決定戦なんでしょうか。チャンピオンエメリアエンコ・ヒョードル、チャレンジャーミルコ・クロコップ、一歩も光る素晴らしい戦いです。すごいとしか言いようがないもん。ミルコが悲願の頂点に立てるのか、それともエメリアエンコ・ヒョードルが返り討ちに下すのか。さあ2年かかりました、この戦い。しかしあの左のミドルから左のストレート、高田さん、はい、ミルコが非常にいい形を第一ラン作りましたね。そうですね、あの後半リズム乗ってきましたよね。追う、全てが勝負を決める、はい、殺傷能力のある打撃のこう、攻防ですよね。リーサルウェポンですよね、常にね、常にリーサルウェポン、あこれ聞きましたよ、これ聞いてますよね、聞いてますよ。滑ったんじゃない、ぐらついたんです、ぐらついたんです。しかしあの後もああいうパンチを英子ちゃん繰り出してくるからこそヒョードルが最強の座にいられるんでしょうね。そう思います、お互いね、あの、うん、こんなに激しいことしてるのに涼しい顔でしてると言いますか、焦りの顔、あの顔しませんし、はい、すごい堂々としてるなと思いますよね。本当そうですね、うん、やっぱあと驚いたのはね、はい、スピードがね、はい、ミドルやね、うん、ライトウェルタンキー、あーなるほどね、マッハのスピードですね、これは。あのこのヒョードルの上からのパンチにしても、ね、ものすごいスピードですね、はい、
それを繰り出すヒョードルもすごいが、このミルコがそれをかわすんですからね。ギリギリのところでかわしてるところがまたすごいですね。しかしレベルの高い戦いです。これはやっぱりエコちゃん、我々が待った甲斐がありましたね。待った甲斐ありましたよ、ミルコ選手何往復してるんですか、日本とクロアチア。もう本当にね、ランデルマンにノックアウト負けしてから何度その日本にやってきたでしょう、ミルコ、はい、そして掴んだ、ついに掴んだこの一戦、ヒョードルとて負けられない王者の意地。さあ第2ラウンドの5分間で始まります。第1ラウンド、あっといきなり来た、ボディー、ヒョードルの左のボディーです。右のハイキック、左ハイキックを見せました。ヒョードル、これも相当練習してきましたね。ものすごいスピードのキックでした。勝負に来てますって、もう1ラウンドずっと勝負に来てますね、お互いに。もうそれ時間の間気を抜くことは両者できない。ミドルだ、これ左ミドル、おそらくの3発は食らっています。今度は左、はい、あれはもう見切ってますね、ヒョードルは。スイスストレートですね、今の。そして左のストレート、このパンチで先ほどは活路を見出しました、ミルコ。この右の空振りが目立ちます、ヒョードル。ヒョードルのパンチを比較、ここのミルコが見切っている。そしてテイクダウンは許しません、ミルコはテイクダウンを許さない。右服、鼻先をかすめた、紙一重、全て紙一重、はい。さあミルコ、大きく息をついた。無冠の超人がついにタイトルを奪うことができるか。左のフック、おっとミルコが一瞬動きが止まったが大丈夫なのか。さあヒョードルが勝負をかけるか、ヒョードルが勝負をかける、右ストレート、右フック、ちょっと距離を取った、距離を取った、距離を取った、スタミナが苦しいですね、ミルコ選手。あるいはミルコダメージを受けているのか、スタミナが今英語ちゃん言う通りで、かなり大きい息を始めてますよね。肌で息します、あの1ラウンドの後半のね、下でしのいだ、はい、あれが今出てきてますね、スタミナロスがね。さあミルコ危うしなのか、ヒョードルはとなるとここでチャンスを迎えるのか。第2ラウンド、ヒョードルチャンスですよ、第1ラウンドはミルコ優勢。さあ第2ラウンドはヒョードルの時間になるかもしれない。あーちょっとミルコは手が出なくなりましたね。見えてるはずですからね、そんな気持ちも目に見えて大きく口を開けて息をする様が多くなってきました。ミルコ、クロコップ、じわっと出てくる、ヒョードルが出る、狙ってますよ。ヒョードルは一発で試合を終わらすことができるぞ。右がいつ飛び出す、今は左を見せています。エメリアエンコ、ヒョードル、氷の拳はいつ飛び出すのか。右ノック、ただヒョードルもきついはずです、左のボディです。エメリアエンコ、ヒョードル、ミルコの手が出なくなりました。さあここまでの長き道のりを思い出しているか、ミルコ。ヒョードルも口で息してますからね、ヒョードルとです。そう、アラフには勝てるわけがない。さあついにテイクダウン、エメリアエンコ、ヒョードル。ストップアンドブープ。さあここでドントムーブがかかります。リング中央へ移動されます。さあここからですね、しのげるかミルコ、しのげるか、決めるかヒョードル。このガードポジションからでもヒョードルは決めることができます。左のボディ、そして左の絵のフック。お互いにね、1ラウンドで決めに行ってますから。そうなんですね、疲れてますよ、はい、あれだけ動いてますからね。この両者ですから楽に勝てるわけがない。俺その時その時の 100% 以上の力を出さなければ、はい、自分の構成には持ってこられません。1ラウンド掴んだのはミルコでした。しかし決めることはできず。やってますよ。さあヒョードルが上から来るぞ。ああ、うまく下からコントロールした。さあパスガードできるか。よくいきましたね。足で阻止したミルコ、はい、この辺はうまい。さあ第2ラウンドもあっという間に1分を切りました。今ミル
ルコがね、ガード取れたのはね、技術じゃないですよ、はい、気持ちです、気持ちだけです、気持ちです、諦めない気持ちです、テクニックうんぬんってできる状況じゃない、はい、もうガード組みたくないです。さあどうなる、気持ちですよ、チャンピオン強ドル、あと40秒クロコップにとって強ドルも続きますよ、茨道、その茨から比べればこの残り6分のこの茨のリングなど速すぎものに変わりはない、残りがあと15秒、時間がなくなっていく第2ラウンド、強ドル上から攻めるか、左フック、しかしここでも決めることができない、勝負は最終ラウンド、最後できますね、簡単には終わらない2年越しのこの思い、ミルコ・クルコップとエメリアエンコ・強ドルの戦いはファイナルラウンドに向かいます。テイクダウンを奪ったヒョードル、あ今やっぱ左入ってますね、左入りましたね、はい、これからちょっと動きがおかしくなったんですよね、ちょっとおかしくなりましたね、ここ入ってますね、はい、うん、このここからサイドに回り込んで、そしてマウントに入ろうとしたんですけれども、でも記録ですよ、ベルトへの思いですね、はい、この2ラウンドまでの攻防、はい、の中で、2人はもう全て使い果たしてますね、はい、エネルギーもスキルも、あとはもう3ラウンド気持ちだけです、どちらの気持ちが上回るか、そうです、気持ちだけですね、それを思うとどうでしょうね、ヘコちゃん、待って待って待ち続けたミルコね、はい、もう両者の気持ち考えると本当こっちが辛くなってきますよね、もうどんな思いで今座ってるんでしょうね、そうなんですよ、コーナーにこれまで待ち続けた2年という月日、それから比べれば5分という時間はなんと短いことか、だけど高田さん、はい、この5分がファイターにとっては長くて長くて、はい、辛くて辛くてしょうがない5分間でしょうね、地獄の5分です、ただこの5分がこれからの将来次への一手大きく左右する人生を変える5ラウンドですよね、1ラウンド、ね、自分の人生を決める1ラウンド、はい、自分の人生を決める5分間になる最終ラウンド、さあ立ち上がってきましたね、それぞれの人生を決める5分間が今スタートしました、お右入りましたね、左から左、そしてボディ、さあミルコの動きはどう変わっていくか、このファイナルラウンド第2ラウンドは動きが止まったミルコ、左を伸ばしてくるヒョードル、果たしてこの5分間、これ危ない、終了のゴングが鳴る前に決着はつくのか、テイクダウンは許さない、後ろに回り込む、しかし逆に上になったのはエメリア・エンコ、評価上になる、8月28日は自分の人生で最も大切な日になると言ったミルコ・クロコップ、戦いは人生ではない、ベルトは人生ではない、そう吐き捨てたヒョードル、しかしこのベルトをこの座を掴みたいという気持ちに全く両者の変わりはありません、歩んできたその道が違うだけ、凍てついた凍える道を歩いてきたヒョードルか、戦火をくぐり茨に囲まれた道を歩んできたクロコップか、右のミドル左のフックが見切っています、ハーハーと息を吐きながらクロコップがそれでもこのパンチを見切っています、さあ上になっている記録を振り絞ってパンチを繰り出す、高田さんが言いました、この5分間はテクニックでも何でもない気持ちの戦い、宮城さん、もうヒョードルサイドはね、もうミルコのスタミナはないと思いますね、で両者の体ないと、さあ腕を取りに行く、ミルコ腕を取りに行く、
強度のサイドは体のスペースを作って拳を振り落とすといけば勝てると、そういう作戦を踏んでます。いずれにしてもこの状況から空間を作って、この状況、そしてパンチを振るっていく、この形です。森山さんのリポートでした。残りはあと3分。とにかくミルコ選手はね、この状態良くないので、はい、突き放して立ちたいです。そうですね、しかしヒョードルはここから一気に決めていきたい、はい、それぞれの間合いの勝負ということが言えたこの戦いです。この間合いはエメリアエンコ・ヒョードルの間合いです。未だかつてプライドのリングで負けなし、11戦無敗、汚れなき白き皇帝エメリアエンコ・ヒョードル、最強のチャレンジャーミルコを迎えています。残り時間が元になくなって、さあスタンドに、戦いはスタンドに。そしてミルコカードはミルコだけですか。ミルコだけですね。左フック消極的だということで到着を誘発したということで、イエローカード。さあ大内刈りからエミリアエンコ・ヒョードルが上になった。ここは集中ですね、集中。また息吹き返したように、もうここが勝負と見てますね。残り2分、ミルコあと2分、歯を食いしばってきた期間は2年間だ。でもヒョードル選手は苦しい、どれだけ苦しい思いでこのリングに上がる権利を掴んだか。ミルコ、それをもう一度思い出せ。さあそしてヒョードルは詰めた一戦でそのミルコを見つめている。この試合の後にミルコに次の人生があるとは思えない、そう話したヒョードル。俺がその夢を最後叩き潰す。エメリアエンコ・ヒョードルはそんな思いでこのリングに上がりました。このミルコ選手の下になった時のグラウンドのさばき、はい、進化すごいですね。そうですね、コントロールしてますもんね。してますよ。しかしこのままでは勝てないか。果たしてこれ、このままいったら判定はどうなるのか。守ってる状態ですからね、攻めてるのはヒョードル選手。そうですね、はい、第2ラウンド第3ラウンドとヒョードルが非常にいい形になっている。第1ラウンド形を作ってきたのはミルコでした。1分を切ったです、ね、最強決定戦はついに1分を切りました。さあ人生をかけた戦いはもう1回スタンド。残りも10秒を切りました。両者にイエロー、両者にイエロー、イエロー分かってるんですよね。さあミルコにとってはこれが一つの大きなチャンスかもしれない。最後のチャンス、さあいけるかミルコ。左ミドル、レアスピードがなくなってきたミルコ。左ハイカー叩き落とすエメリアエンコ・ヒョードル。集中して残りが3回ストレート。お互いギリギリのところで戦っている。それが最強決定戦、死闘です。まさに死闘、まさに激闘。この戦いをくぐり抜けなければ、乗り越えなければ、あのチャンピオンベルトは掴めない。どっちが掴む、どっちが掴むんだ。あーともう下になった。残りが10秒、時間がありません。最強決定戦も時間がない。それぞれの思いをかけた人生をかけた一戦が間もなく終焉を告げようとしている。待ちに待ったドリームマッチ、今終了のゴングが鳴りました。20分間戦い抜いた無冠の超人と最強の皇帝、勝負は判定にもつれ込みます。さあ小池恵子ちゃん、はい、最強の戦いが終わりました。本当にね、両者のね、死ぬ気でこう勝ちに行く、死ぬ気でベルトを求めに行くっていうね、まあ、熱い心がほっと見えましたね。どちらにも勝たせてあげたいっていうふうに思いますよ。これ何か判定で決着というのは何かね、はい、悲しい気がしますけどね。どうでしょうか。前半はミルコ、後半はヒョードル、あとはダメージ手数、ヒョードルのオクサナ夫人、下で見つめているミルコの奥さん、そして息子さん、お母さんはクロアチアでじっとこの戦いをテレビで見つめています。最初はヒョードル、歯を食いしばったミルコ。ヒョードル、ジャッジ、ヒョードルです。3対0の判定勝ち、エメリアエンコ・ヒョードル対
拳が炎のハイキックを封じました。47,629 人が目撃したこの最強決戦、デメリア・ジンコ・ヒョードル、最強のチャレンジャーミルコ・クロコップを最後は封じてみせました。届かなかった、届かなかったミルコ、今一度掴み取ったヒョードル、最強の座は渡さない。そしてミルコはもう待ちに待ったこのリングを後にします。またしても掴めなかった、またしても届かなかった、ミルコのあるいは10年にわたる思いは実を結ぶことはありませんでした。無冠のままで終わったミルコ、歯を食いしばり目の上を張らせて控え室に戻っていきます。どんな思いがミルコの頭を去来しているんでしょう。これまでの2年間、いや戦火をくぐり抜けて強くなければ生きていけない、そう悟ってからの10年間、その思いを全てぶつけたミルコ、しかしそのミルコの思いは最強の皇帝の前に届くことはありませんでした。今一度掴み取ったこのプライドヘビー級のチャンピオンベルト、今その腰に再びヒョードルの腰に巻かれました。この後もヘビー級はこのヒョードルを頂点として回り続けます。